ヤンスワン・メルダムヤンスワン・メルダムは、オランダの生物学者、比較解剖学者である。顕微鏡を使った解剖を行ったパイオニアである。昆虫の生活史を研究した。人間の赤血球の発見者である。解剖学的研究の一環として、筋肉収縮の実験も行った。アムステルダムに生まれた。父親は薬局を経営し、アマチュア博物学者で、各国から、 鉱物、貨幣、化石、昆虫などを集めていた。母親が亡くなった24歳の年に、ライデン大学に入学し、医学を学んだ。1663年に、医学の学位候補になった後、フランスを著作家のメルキセデク・テブノーと旅し、イッシー、ソミュール、パリで過ごした。1665年秋に、ライデンに戻り、1667年に学位を得た。 大学を卒業後、もっぱら昆虫の研究を行ったため、医者の開業を望む父親と不仲になり、後に父親から研究のための資金を打ち切られた。研究資金のため医師として働き、病院で死んだ患者の解剖の仕事を行った。1667年から1674年まで研究を続け、3冊の著書を出版した。1675年に、 病院で神秘的な治療を行うアントワネット、ブリニオンに傾倒して科学的研究をやめ、スピリチュアルな現象に残りの生涯を費やすことに決めた。著名な解剖学者で共に学んだニコラウスステノがトスカーナ大公のために働くように誘ったが、スワンメルダムは断った。トスカーナ大公は、スワンメルダムがフィレンツェに来て、 昆虫のコレクションを続けるなら、スワンメルダムの標本を12000フローリンで購入すると提案した。科学の研究を完全にやめたわけではないと思われ、没する2年ほど前から没後出版されることを望んだ、著作の書き直しを行っていた形跡が見られる。43歳でマラリアのため没し、ワロン派の教会に葬られた。没後の百三十七年から、 オランダの有名な医学者、ヘルマン・ブールハーフェが、スワン・メルダムの論文を、ラテン語に訳し、自然の聖書のタイトルで出版し、昆虫に関する著作は、イギリスのフロイドによって英訳され、1758年に、ブック・オブ・ネイチャー・オア・ザ・ヒストリー・オブ・インセクツとして出版された。スワン・メルダムが研究した17世紀において、昆虫の知識は大部分、 アリストテレスの考えを継承しており、古典的な観点から、昆虫は、魚類や動物に比べて、重要な存在でないとされていた。その時代にスワンメルダムは、著書、昆虫の自然史の中で、昆虫の変態が、成虫になる前に、段階的に形状を変えていることを示し、女王蜂の乱巣を示した。自然の聖書では、女王蜂だけが、 巣のすべての蜂の母親である出産することを明らかにした。解剖学の分野では、顕微鏡での観察を正確にするための多くの技術を工夫した。血管の観察を容易にするために血管に老を注入した後解剖などした。リンパ管の弁や赤血球を発見した。生理学の実験も行い、カエルの足を使った筋肉の収縮実験を行い、収縮時にも 筋肉の体積が変化しないことを示し、正規流入による筋肉拡張説を否定した。ありがとうございます。